こんにちは、ルチカール店長です。よろしくお願いいたします。今回はムーレイからギベルティというテーラードジャケット型のアウターです。はい、これもね定番です。ずっと続いています。春の軽い羽織として秋口も使えますね。すごく人気のモデルです。こんな感じ、ジャケット型ですね。ブルゾンタイプとかはちょっと苦手だなっていう方、ジャケット型の羽織お好きな方おすすめです。このようにねちょっと襟を立てて着る感じがやっぱかっこいいかなと思います。襟の後ろにレザーの切り替え入っています。そしてセンターベントですね。センターベントでウエスト部分ベルト切り替えでウエストマークされています。そして袖付けのところにアクションプリーツ入ってますので可動域も広くて動きやすいですね。もちろん襟を寝かせればテーラードジャケットのような見た目にもなります。ここにムーレイのマーク、そしてポケットの部分にもね入ってますね。で前はファスナーとボタンの二重構造です。ファスナーはね結構上まで閉まりますので、こんな感じでスタンド襟のブルゾンのような着方もできます。裏地とかはついてなくていつものねムーレイのゴージャス仕様ですね。内ポケットも左右についていますし、胸ポケットジップ、そして脇ポケットはフラップ型でボタン止めです。なんだかんだ言ってねこういうアウターかっこいいですね。大人の男性には非常に使いやすいモデルかなと思います。ムーレイのリベルティ、ぜひお試しください。